日本三重県熊野市木和町、花井木和町花井と熊野川町90出店、国土交通省、国土画像情報木和町花井は、三重県熊野市の大技。熊野市が公表する2019年8月1日、現在の人口は例人であり、元住民が地区外の本宅から通いながら、住宅や墓を維持している。北山川を挟んで向かい合う熊野川町90とは、 密接なつながりがあり、近世の初頭には同じ村として扱われていた。住民はいなくなってしまったが、地名にまつわる桃四月の伝説や優れた自然に、見せられて訪問するものがある。熊野市の南西部、木和町の西部に位置し、北山川上流部の左岸の山麓に展開する。北は、奈良県と塚川村、西は、和歌山県新宮市と接する県境の集落である。 三重県に所属するものの1984年まで道路が整備されず、和歌山県側から北山川を船で渡らねば、ならなかった。北は、奈良県吉野郡と塚和津川村竹筒及び、和歌山県新宮市熊野川町、島津、東は、三重県熊野市騎和町湯の口、騎和町大川地、南は、三重県熊野市騎和町小舟、西は、和歌山県新宮市熊野川町四滝、 熊野川町90と接する。熊野川町90から見た桃代月桃代月は、三重県熊野市木和町花井にある、小地名。江戸時代までは、九十村の所属であったが、明治政府が北山川の左岸を三十県、右岸を和歌山県としたため、花井の一部になった。2006年に、最後の住民が、脳梗塞で倒れ、病院に緊急紛争されて、以降、 常住者はいない。2020年現在、最後の住民であった男性の息子が毎週、通っている。最盛期には十数個あった桃湯月には、一軒の住宅とその周囲の庭、勾配地が残るのみで、未だに船でしか到達することができない。庭は常実の男性によって、維持、管理されており、その美しさに見せられる人や、 桃代月という地名に惹かれた人が時折桃代月を訪れている。旧九十小学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ただし学生発布以来、花井の子供は北山川対岸の熊野川町立九十小学校、熊野川町立熊野川中学校に通学していた。花井という地名は鎌倉時代にはすでに存在したとされる。 近世以前は、し村に拠点を構えたし市の所領であった。江戸時代には、木の国室郡川内組に属し、当初は、紀州藩の配下であったが、元那5年から、新宮城主、水野氏の所領となった。また花井は三の村組、川内組、式屋組の三組からなる花井荘に所属していた。なお、江戸時代初頭の花井は、九重村の枝里と,とされ、独立した。 花井村となったのは、漢文6年のことである。当時の花井村は、近代以降の花井とは、範囲が異なり、九十村の南にある村という位置づけで、北山川を挟んで、右岸、左岸の両方に広がる集落を、花井村と呼んでいた。花井村では、慶長の頃に、静止技術が伝えられ、花井神として、地域の産業になった。村高は、新宮領文献文記によると、 九十村の分を含めて八十国、旧高級領取調べ町によると三十三国であった。花井村には、北山一期の鎮圧の孔で二百国を得た僧侶の長君の屋敷があった。慶応四年、新宮藩領となり、同年の、稀勢和州五両分後高村名町による村高は六十五国であった。花井上江戸時代の花井村では、和紙生産が盛んで、花井上として知られていた。 隣接する九十村でも生産され、同じく花井神と呼ばれた。花井神は、関ヶ原の戦いで西軍方について敗北した、武将の姫が、定流二孔という名の二層となって、花井に住み、不況の傍ら神月きの方法を伝授し、生産方法が普及したと伝えられる。花井神生産は、江戸時代を通して、花井の村人の制御内視は、副業として続き、 英体保存用の小紋、紙子、蚊や、布団、和産などに利用された。特に花井紙の紙子は和刊三サイズで欧州白石、寸州の安倍川、摂州大阪と並び最高品質であると評されたほどで、熊野市育成町尾川に伝わる王将や文書群の中に花井紙の紙子を三着送ってほしいという江戸からの書状が含まれている。 1881年に東京上野公園で開かれた第二海内国館業博覧会に十文字紙として花井紙が出品されたという記録がある。この記録によれば花井紙の原料は花井村で生産した構造の皮であった。しかし近代以降洋紙、洋傘の普及により市場を失い花井紙の生産は衰退し第二次世界大戦前までには 全古が廃業した。九十村と花井村の村境変更の模式図1871年7月、花井村は和歌山県の管轄となったが、同年11月に渡来県へ移管し、1876年に渡来県が三重県に編入されたことで同県の所属となった。これは、廃藩地県の際に北山川を境に右岸を、和歌山県、左岸を、 渡来県にすると決定されたためであり、右岸は九十村、左岸は花井村となった。当時の村人は明治政府の意向に対し、従来通り両岸とも花井村とすることを望んだが、要望は聞き入れられず、左岸のみが花井村となった。このため、花井村だった西の峰が九十村に移った一方、九十村だった桃よ月が花井村となった。 また1879年に室群が南北に分かたれ、南室群、花井村となり、1889年には周辺村と合併し、上川村の大技となった。一方で、花井の子供は北山川対岸の九十小学校へ通学し、1908年には九十と花井が共同出資して校舎を新築し、九十花井人上小学校に改称した。 この頃の花井では、花井紙の生産は大幅に縮小し、農林業が制業となっていた。なお当時の田の面積は1丁2単、畑の面積は5丁6単であった。大正時代になると養蚕が盛んになった。近代のうちに道路の整備はなされず、三重県内の田の集落から孤立していた花井の住民は、各自線を所有して、対岸の九十に渡っていた。 ただし、竿と貝を使って船を操るのは難しく、操船技術を持たない住民は、操船の可能な住民と相乗りして川を渡っていた。相乗りのタイミングが合わず、九十で対岸の自宅を見つめながら半日待った経験を持つ住民もいたという。船着き場戦後になると九十との間に渡船ができ、交通条件は多少改善された。 とはいえ北山川が増水すると川を越えることができず、急病人や怪我人が出ても、九十の診療所へ連れて行くこともできない状況は変わらなかった。このため、周辺地域の人々の間では、船で渡らないといけないところには嫁に行くなと言われることもあった。1949年には役場から紹介を受けた人々が桃四月に入植し、山を切り崩した畑を開拓した。 桃代月に土船はなく、子供たちは親がこぐ木造船で対岸の学校へ通学した。1964年、桃代月に電気が通り、ラジオをつけるとちょうど東京オリンピックを中継していたという。1980年になっても花井には自動車が通れる道路が建設中というありさまで、地域住民は和歌山県側から北山側の土船を利用するしかなかった。 この頃、地元の新聞が桃岩月の住民が植えた一万株町に及ぶ勝負や、蓮の美しさを紹介して、各地から観光客が訪れるようになった。桃岩月への交通手段は船しかないため、勝負などを植えた住民自らが観光客を船で送迎した。1984年になって、ようやく林道が開通し、三重県内から花井へアクセスできるようになった。 しかし、桃代月まで道路が整備されることはなかった。この頃には、花井の人口は25人まで減少しており、最後まで残ったのは4世帯のみとなった。桃代月の方は1997年時点で日光4人となっていた。最後まで残った4世帯の住民も、最終的には花井を離れる選択をし、2人の男性を残して、和歌山県新宮市や三重県三浜町。 気泡町へ転居した。この4世帯は花井にある住宅や、墓、みかん畑を維持するために、盆や正月に帰省するという生活を送るようになった。2000年6月25日に実施された第42回衆議院議員、総選挙県参議院議員、三重選挙区補欠選挙の、際の花井の有権者は10人で、うち、花井集落が5人、桃代月は5人であったと、 中日新聞が報じている。投票所は、花井の区長宅で、縁側に、候補者名を書く機載台と投票箱が置かれ、投票率開示に4人は座敷から投票を見守った。投票者は7人で、うち3人は、桃代月から船で投票に訪れた。2006年、桃代月の最後の住民であった男性が病で倒れ、故郷に帰ることなく2011年に亡くなった。 2011年7月には、花井の最後の住民であった男性が亡くなり、事実上無人地区となった。同年9月3日には、台風12号が襲来して北山川が氾濫し、花井の住宅が流され、後には瓦礫が残った。この時、住宅を復興すると、朝日新聞の取材に答えたのは2世帯にとどまった。2020年7月23日、テレビ、 東京系列のテレビ番組、なぜそこで、桃四月とそこに暮らす男性が取り上げられた。1889年以降の人口の推移。1889年以降の世帯数の推移。熊野五房南海バス桃四月バス停派内に、常住者はなく、元住民は、新宮市や美浜町、紀宝町に生活拠点を置き、墓や、元居宅、寺などを維持するために、 本、正月に、花井へ帰る。特に花井の最後の住民であった男性の弟は、1ヶ月の半分ほどを、花井で寝泊まりして過ごしていたという。この男性は2011年の、紀伊半島豪雨災害の時も花井におり、家ごと流されるも何とか生還するという経験をした。また桃夜月の最後の住民であった男性の息子が、毎週桃夜月に通い、 庭の手入れなどを行っている。この男性は、築70年の自宅に住み、自宅裏から天然水を、ホースで引いて生活用水とし、近くの川で採れる天然うなぎを採って食べる。男性の父は入院して、以降も、集落に戻り花の手入れがしたいと亡くなる直前まで、語っていたことから、父のハスを絶やしたくないと毎週桃よずきに通っている。桃よずきの最寄りのバス停は、 熊野五棒南海バス、桃夜月であり、バス停から河原に至る階段を下ると、船着き場がある。電気は集落内に引かれている。北山川で水運が盛んであった頃には、イカダシア団体ら線の乗員として、生計を立てる住民が数人おり、中国の王力港へイカダ市道に行った者もいたという。桃夜月には、次のような地名の由来にまつわる伝説がある。 この伝説には、さらに次のような地名由来伝説が続く。この伝説に登場する日層は、その後、都から戦を避けて逃れてきた人や蘇生を明かさずに、宿を求めた構想を受け入れるなどし、次第に年を重ねて静かに池を引き取ったという。2015年6月3日にはこの伝説を、題材として、シンガーソングライターの小田純平の歌唱による、楽曲、 桃代月が発売された。桃代月の地名の由来には、上記の伝説のほか、南北朝時代にこの地に住んだ武将、桃井康友の名が変化したという遺説もある。また、花井についても、花森神社で毛干神を祀っていたことに由来するという、別の説がある。陸路で、花井に達するには険しい峠越えを行い、林道を30分ほど自動車で走行しなければ、ならない。 また、桃よずきへは未だに陸路で訪問することはできない。こうした交通不便のため住民がいなくなってしまった、反面逆に人々を魅了する要素にもなっている。公共交通としては、熊野市による山間部乗り合いタクシーがあり、予約制で市が指定した目的地に行くか、 目的地から自宅に帰る場合に利用できる。交通機関というよりは、観光目的で就航しているものに、ウォータージェット船がある。熊野交通が、世界遺産側の熊野古道見に体験クルーズと称して、和歌山県新宮市熊野川町日しの志、古城線上と桃岩月の間を往復する30から40分程度のクルージングを毎日一便提供している。この他、 桃岩月軌道等運搬施設という名称の物資輸送用の軌道が付設されている。延命さん、吉祥寺、ありがとうございます。